お互い頬をあからめるな。お前、ユキシャいるだろう。お前、お前の尾形いるだろう。なんだ、入り乱れか、入り乱れか、このゲームは。はい。皆さん、こんにちは。前回までの、東雲涼子編が、なんかもう、謎か謎を呼ぶ重いストーリーだったので、なんかもう、網口にはもうひたすらユキちゃんとイチャイチャしてほしいなと思っている、達也です。まあ、でも、なんだろう。涼子ちゃんがさ、伊田先生に網口が似てるって言ってて、まあ俺は全然似てないと思うんだけど、似てると思ってる理由が、なんか網口のね、秘密につながるんじゃないかなと思うので、その辺がすごく楽しみですね。で一応前回は、まあ前回とか網口の前回に関しては、消したはずのテレビから自分の名を呼ぶ声を聞くというね、貞子もびっくりのホラー展開だったので、まあ続きどうなるか楽しみです。網口シュート、久しぶりだな。すべてを手に入れし男よね。金持ちだし、ゲーム機いっぱい持ってし、どうも頭が回らないな。スポーツ版のイケメン、頭もいい。おかしな夢のせいだ。夜中のテレビも夢だったと思いたいね。ね。さあ、そうだ、プロローグやっただけだもんな。何もやってねえだ。あ、てかなんか走るの軽快、すげえ。めっちゃ走れる。尾形に教えてあげたい。あいつ走れねえから。軽快だな。じゃあ、ゆきちゃん。あんな可愛い子が、うん。苦校の奴らを病院送りにしたなんて。ね。今までにないタイプだ。とんでもなくまぶい。正直惚れたぜ。ベタ惚れなんだよな。んで、稲葉みゆき。うん。あのアイドルの名だ。稲葉みゆき、この子が名前呼んでたんだよね。まあ信じないよな。俺さ、テレビの中のなんか一人でやってる。話しててさ、小芝居やってる。ダメだこりゃ。誰が聞いても頭がおかしいやつだ。本当だよ。バイクの鍵。俺のバイクは敷島の GRD250 だ。今日寝坊したんでバイクで来ちまった。あれ？尾形編でよく言ってた鍵鍵キーとかってまさかお前じゃないよな。違う？学校側にバレないよ。敷島とかいう今なんか単語も見えたし。商店街の外れに止めてある。ほう。商店街の外れか。どこに行くのこれ。何をするん？あ、一年 A 組か。ゆきちゃんは A 組のはずだけど。あ、ストーカーですね。言えない。ほぼストーカーですね、やってることとしては。あ、1年 B 組。クラベ君いないな。夢の話しようって言ってたのに。あんなに家に呼び合うぐらいの仲なのにクラベ君呼び。渡り廊下の方に行ったのかもな。ああ、トミちゃん、ミヤコちゃん、仲良さそう。あの子。何何どうした。どうした。イケメンが怖いんかお前は。俺、沢渡さんに何かしたっけ。ねえ、網口くん、私のこと覚えててくれてる。可愛いな、みやこちゃんは。トミちゃんも覚えてるよね。なんで私の名前まで。俺、女子の名前間違えたことないんだ。すげえ特技だな。合コンとかで重宝されるね。なんであれ最初に自己紹介さしてくれてるはずなのに一切名前覚えられないんだろうね。美和子ったらこんなののどこがいいんだか。何、美和子ちゃんはゴーと先輩とか言いながら網口もいいの。ほら行くよ。気が多いな。一緒に走ろう。俺の方が早く走れるよ。いくら走ろう。ちょっと待ってよ、お二人さん、どこ行くのよ。行かないでよ。行っちゃった。クラベ君と同じ B 組の女子。うん。タイプでもないのに、妙に気になるんだよな。タイプじゃないとか言うな。夢のせいか。どこ行くのこれ。なに、もう網口のランニング会。お。クラベ君待ってるかもな。ああ。渡り廊下だね。あ、網口は癒されるな。なんか話がポップで助かるわ。あ？ん？
いや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 、隠せ隠せ、いろいろと隠せ。あれはじゃないわ。三浦くんじゃないか。うん、いや三浦くんの前に気になるものが目の前にあるだろう。網口くん、まだ家出中？もう帰っても仕方がないんだ。地雷踏んだ。そうだよ、もうあの時代はね、燃え尽きちゃってるからな。立ち入っては聞かないけど、うん、事情が複雑そうだな。だいぶね。まあ困ってるなら遠慮せずまた俺んちに来いよ。いいやつ、いいやつだよ網口は。その説は大変世話になった。硬い。今はゆかりのあるお宅に。ゆかり。勝手に言う、まあゆかりはあるけど確かに。ご厄介になっている。うん、かわいそうな重郎。そうか。うん、まあいいか、あいつ食べた料理に礼も言わねえから。そりゃよかった。そう、でこれよこれ。ところで。うん。なんだこれ。うん、冷静すぎる。わあわあ、なんか すごいってもっとなんか驚こうよ。いや、これは。うん。三浦くんも見つかった瞬間に、やあ、やあ、網口くんじゃないよ。わあ、わあ、キャーでしょ。しゃべるな。しゃべった。あ、ラジコン？あ、すごいな。飛んでるところ初めて見た。そういえばそうだよね、飛べるもんね。あれ、君の？うん。いや。なんだろう。デジャブ。デジャブ？あ、そうか。お？夢で見たんだ。ああ、そうだ、三浦くんも出てきた。どんな夢だったか忘れちゃったな。もしかして三浦くん未来人？正解。鋭いな。なんて鋭い男なんだ。未来から家出してきてたりして。うーん、まあまあ正確に言うと、まあ、40年前の過去からだけど、ただ冒頭のなっちゃんとの会話を見る限り多分未来人だよね。2188年。うん、そりゃそりゃそうなるよ。夢の舞台はいつも未来なんだが、夢の中の登場人物は知り合いばかりだ。うん、やっぱただの夢で予知夢なんかじゃないのかな。まあ予知夢というか本当の記憶なんだろうね。未来に起こることにしては非現実すぎるもんな。うん、あの夢だって。どの夢？あ、よかった、俺が忘れてるだけかなと思ったけど、夢は見てないよな。確かに三浦が出てきた夢か。おお、あ、トミちゃんのさっきのドローンも怪獣のものだろうか。お家があったところだよ、この1階の。なんだっけ、何か美味しいんだよね確か。見つかってなければいいが。はい、トミちゃん。草薙さん、1階のケーキ屋さん、うん、洋梨のタルトが。あ、そうそうそう、すごく美味しかったんだ。あれ？でもトミちゃんの話の時にさ、この会話してる時って尾形はいたけど網口いたっけ？私の住んでたマンションこんなになっちゃったけど大丈夫？ごめん、だいぶ落ち着いた。あれ？もう気持ち切り替えないと。早くない？無理じゃない？一日泣いてたからひどい鼻声。鼻声でもいいよ。優しい。その配信あったら見逃せないな。ああ、確かなんか配信者だったんだよね。バカね。うん、絶対俺よりチャンネル登録多いでしょう。現役 JK でこのさっぱりとした性格、絶対歌もうまいでしょう。10万人は固いね。国道に出てみよう。救助のヘリが来てるかも。飛んでるのって変な虫みたいなのばかりじゃない。うん。助けは期待できない。ネットだって。更新が一切ないのよ。うん。多分世界中が同じ状況なのよ。あいつらにみんな消された。怪獣。町の人が一瞬で消えるのこの目で見たもの。一瞬で消える。あ、そうそう、俺言おうと思ったことがあるんだけどさ、みやこちゃん消えたじゃんね、とみちゃん編ってさ。で、その直後ぐらいに、俺、崩壊編やってて、120万人を一斉に移動させたみたいなことしてたじゃん。あの、幼稚園児の千尋が。でさ、俺、なんでそんなことできるんだろうって欲を考えたらさ、やっぱ、あの世界の人たちなんかデータとかなんじゃないの？なんか本当に実在してない人間だから、一瞬にしてパッて消せるみたいなさ。
なんかそういうことなんじゃないかな。パパもママも多分そこが不可解なんだ。あいつらが異星人かはわからないけど、光線すら当てずに突然人間を消滅させられる。そうだから、もともとそれは人間じゃなくてデータで、なんかこの辺の時代とかも全部誰かが作ったものなんじゃないかな。そんな科学力があるくせにわざわざ退去してきて、町のあちこちに穴を掘った後は、特に暴れるでもなくただいるだけ。なんて鋭い考察。まるで何かを待ってるようだ。待ってる。僕たちだけが生き残ったのも何か理由があるのかも。あー、なんか網口っていいやつだよね。網口がなんか困った時にいてくれたらなんとかなれそうな気がするもんな。こんな状況だってのにいつもと変わらない。冷静なんだね。こりゃモテるわ。そんなことないよ。どうした？十分焦って。あ、男らしい、かっこよ。俺生まれ変わったら網口になりたい。全てを手にした男になりたい。ほらほら、もうちょっと惚れかけてんじゃん。ほら、向こうのビルが崩れただけだよ。ああ。やつらじゃない。お互い頬をあからめるな。お前ユキちゃんいるだろう。お前の尾形いるだろう。なんだ、入り乱れかこのゲームは。何？え、中学までさ、メガネの真面目キャラだったじゃない。あ、そうなの。あれ？てか、じゃあもうこれで網口はあれか、トミちゃんと同じ時代の人間ってのが確定したのか。2025年出身？なんで急に？ね、高校デビュー？イメチェンしたのかなって。ああ、それね。トミちゃん、高校デビューを指摘されることほど恥ずかしいことはないぞ。やめといてやれよ。配信で言ってたろ。配信で？こういう男らしいのが君のタイプだって。何？え？あ？お？何この BGM も相まって許さないよ。お前にはユキちゃんがいるだろ。なっちゃんのお母さんのユキちゃんがややこしいな、この展開え、なに、トミちゃんのこと好きなの？それで悪ぶってたの？何それ、なんかどこかの海外ドラマみたいにいろんな人たちが思い合うって付き合うみたいな展開なのこれ。格好だけじゃダメかな。え、こんなんな言われたらキュンってくるよな。君のために変わったんだよって言ってるようなもんでしょ。こんな時に冗談はやめて。あんたそれなりにモテてたじゃん。メガネだったのに地味で。私なんかコメント書いてたフェイトって。フェイトすげえ中高生っぽい名前だフェイト。実は僕なんだ。うわー、いやいやいや、何この今時の恋愛の仕方。なんかもうキュンキュンするな。隠してたわけじゃないんだ。その人がずっと歌うことを応援してくれたから、私本格的に歌い始めたんだよ。はい、もうキスしろもうここでキスしろ。お前ら相思相愛じゃん。君の歌は本当に素敵だよ。すげー、私だってあんたのこと。いやいやいや、え？君だって。三浦俺は慶太郎のことめちゃくちゃ好きだけど、今のは違うよ。もうあと5分よ。いや30秒待ってくれたらブチューよ、慶太郎。よかった、他にも生き残りがいたんだ。君たちを助けに来たんだ。お、森村さん。え？こっちにいました。森村を信じるなって言ってたからな。不安だな。私は三浦慶太郎、君たちは？キサラギトミです。僕は。確かにドローンが見つけた二人ね。え、何ここの名前言わせないパターン。伊田なの？網口今伊田って名乗ろうとしてた。伊田って確かさ、メガネかけてたよね。あれ、そういうこと？え、ちょ、どういうこと？え、ワッツうるさいテンションが高いあなたは？僕は。あ、伊田って言う？伊田哲。あー、やっぱり
ゲームすげえよ。夢の世界の私たち。あれでもそうすると東雲涼子は伊田のこと好きなはずなのに、当の伊田は富ちゃんが好きなの、もう入り乱れてんな。ちょっとなんか放心状態ですよ。なんかこのゲームやってて過去最高にテンション上がったのかもしれない今。よかったね、この順番でやって。ね、思わない？最初にさ、こっちからやってたらさ、俺この感動なかったと思うんだよ。こっちからやっててよかったわ。伊田なんだ。よし。あ、つい押しちゃったけど、ミステリーファイル見ずに。放課後ごめんね、一応見よっか。あ、渡り廊下で三浦と会う。なるほど、他の分岐があるんだね。じゃあここで伊田哲也だね。中で俺は伊田哲也と名乗っていた。うん、姿は俺でも名前は違う。多分ずっと未来。そうだね。研究所みたいな場所の夢だ。出てきたのは如月富。うん、あの子だ。如月は俺の夢によく出てくる。夢の中では俺は伊田って名前で、二人は滅亡の危機にある世界で必死に生きている。なんてロマンチックな話だ。彼女たちは恋人同士なんだろうか。うわー、でどうすんの。クラベくんいないな。夢の話、クラベを探すの。あー、トミちゃんとぶつかった。あ、痛た。あ、すごいね、イオリちゃんはパンツ見えるけどトミちゃん見えないんだね。うん、イオリちゃんだけ大解放だよ。もうなんかもう大サービスだもんな、あの子だけ。さあ、確かめるか。うん。何やってんの、何やってんの、おいおい。いや、そりゃそうよ。100ゼロでお前が悪いわ。そりゃそう言われるわ。 やっぱ夢とは違って、うん、お腹がちゃんとお肉だと。失礼だ。なんだと？お肉が、ん？お腹がお肉？どういうこと？私のどこが太ってるっていうのよ。うん、めちゃくちゃ細いじゃん。夢とは違ってお肉。あの子が体半分で釣られてるな。あ？やっぱ悪趣味な夢だよな。体半分ってつ、あ、ちょ、もうな、もうなんかもう目が痛くなってきた。逆に。一周回って目が痛くなってきた俺。もう何、どういうこと。クラベ君なら、え、スプラッター映画の見過ぎって言いそうだ。体半分で吊るされてる。ちょっとその思い出聞かせてよ、その夢。わけわかんない。本当だよ。うわぁ、クラベ君待ってるかもな。あー、ちょっと待ってね。行っちゃっていいのかな。あ、キサラギに触る。これでじゃあ変わってるのかな、行ってみようかな。うん、旧校舎渡り廊下へ。あー、面白い。面白すぎるわ。13騎兵神ゲーすぎるだろこのゲーム。おお、今度はイオリちゃんがいるんだ。冬坂、君だけ？君だけ？アミグチ君。クラベ君来てないんだ。このシーンってさ、イオリちゃんがここに走ってきたら、トミちゃんとか尾形とかが消えてワープしたあのシーンの続きかな、もしかして。そうっぽいな。気になる夢見ちゃって相談したくて。おう。アミグチ君も？相変わらずおかしな夢ばかりさ。ロボットの夢？いや、ロボットといえばロボットなんだけど。うん。どんなロボット？ロボットといってもドロイドって言って人間そっくりなんだ。ほう。そのドロイドの研究所みたいなところにいて。うん、そこ知ってる。え、その話の流れでトミちゃんが上半身だけ吊るされてたってことはトミちゃんドロイドってこと？夢の中で私もそこにいたよ。
四季島で6番目に大きな地下研究施設って言ってた、はあ、あれって地下なの？すっげえな。そこにはうさみちゃんがいて、キサラギトミ、そうそうなんだ、同じだ。この物語どこに執着しようとしてるの？わかんねえ。はあ、全然読めない。研究所の夢を説明しよう。ワクワクするな。うー、こっちはこれでいいはずだ。いや、一瞬これサムネにしようかなと思ったけど、あまりにも衝撃的すぎるし、サムネだけでいろんなネタバレになりそうだから、サムネにするのはやめとこう。あー、かっこいい。伊田先生、これは触れないの？あ、走ることができなくなったり。比べ、玉尾、ありがとう、玉尾さん。まあ、玉尾って AI なんとかの第一人者みたいな感じだもんね。君が手伝ってくれて本当に助かってる。心配しないで、伊田君。うん、私の時と同じように成功するわ。私の時と同じように。あ、あ、あ、比べ玉尾さん、2188度のミステリーファイルにさ、なんか120歳って書いてて、年齢以上に若く見えるって書いてあったけど、ドロイドなの？ドロイドなんじゃない？だから年取らないんじゃないの？彼女を優先してすまない。君のボディもすぐに用意するよ。期待しておきます。あ、じゃあもう網口なんか体でけえな。何頭身やるこれ。操作パネル始めよう。7桁のパスワード。模擬人格と記憶を同期できました。ほう、戻ってきてくれ。うわ、すっげ。トミ、僕がわかるか。伊田くん、わ、違う、伊田くんのお兄さん。まあそう思うよな。兄弟いたっけ？いないよ。君なんだな。なんだか大人になってる。うん、うわ、なんかすげえ切ないストーリーが待ってそうで、なんかいろいろ想像して泣いちゃう。時間が経ったのは許してくれ。地下の技術を使っても8年かかったんだ。でも8年でここまで来たの？ってことは今だい23、4ぐらいってこと？あれ、体が動かない。彼女は自分の状況を理解できていない。うん、多分今目線下にやったらショックで倒れる。パニックを避けるために感情を抑制した。うん、それがいい、それがいい。君のデータからなんとか記憶部分を解析して、うん、ドロイドのボディに移したんだ。私は人間じゃないの。うわぁ、顔を。玉尾さん、もう少し抑えてくれ。キサラギさん、今のあなたは記憶データをもとにキサラギトミとして行動するよう作られた。うん、私と同じ AI なの。 AI、君は君だ。わあ、かなんか感情がセーフにすごいこもってて泣きそう。私が直接眺めてみます。接続してください。頼む。はあ、どうなんの？どこに行けばいいの？接続してください。こっちかな。あ、ちょごめんね。どこを触っても反応がしないんだよ。そしてゆっくりゆっくりだからさ、こいつ。あ、何、こっち。誰か来るの？急に問題を抱く森村。胸がバインバインだな、相変わらず。なんか今日いつもと化粧違うくない？そんな濃い顔してたっけ？完成してるはずの騎兵が反応しない。ん？騎兵は D シリーズと同じシステムだから、うん、D コードの制御が効いてるんだわ。制御に割り込むには適合者の誰かが直接アクセスし続けるしかない、うん。適合者の誰か。どうしたの？いや、そっちでも問題？いいえ、もう大丈夫です。はあ、彼女落ち着いたわ。落ち着いた？本当か、トミ。も
元の私はどうなったの？うわ、死んでるんじゃないの？君は正直に教えて。重郎に殺された。あ、え、重郎に？もうなんで？あれ？だって重郎ってみんなを救ってくれたんじゃないの？2時間戦い続けてさ、怪獣と。何？あの重郎とこの重郎は違うの？何？重郎ってだけに10人いる？他の子と一緒にね。え？重郎は私が始末した。始末したんだ。はぁ、あ。To be、 あ、ならない。兄口柊のマンション。あ、ちくしょう。またあの夢か。うわぁ。またテレビからなんか聞こえてくんじゃないこれ。今何時だ。目が覚めちまったな。絶対テレビだよ。ほら。このアイドル。また喋りかけてくるんじゃない。今日は出てこないのか。いい曲。手のつなぎ方から教えてだって。何これ、一曲聴かないと話進まないパターン。すげえ、ちゃんと離れたら音が小さくなる。あ、違ったわ、シンクが残ってた。ごめんね。夢の中で俺、あ、これは一緒かな。夢の湯坂も同じ。俺の視点は井田哲也だが、冬坂の視点は、うん、そういえば森村なんじゃない。夢の中の森村先生は、うん、雰囲気が冬坂に似ていたな。そうだね。話す。おい。テレビと話すな、うん、テレビに話しかけるなんておかしいよな。うわ、そんなことないよ、嬉しいわ。これはイオリ千尋、いや、それとも玉尾さん。出たな。わあ、わかんねえ。一体何なんだ。その様子だとまだ時間がかかるみたいね。本物の稲葉美雪なのか、うん、それとも彼女に化けた偽物。稲葉美雪は世界に私一人でも、化けてるっていうのは、うん、そうなのかな。そうなの。アイドルなんて虚構の存在でしょ。ポンポン。クリティカルヒット。これ普通のテレビだぜ。テレビ電話でもないのに会話できるなんておかしいだろ。なあ、テレビが受信機で、送信は君自身。君自身。連絡する方法がこれしかなくて、ユニバーサルコントロールに。ああ、なんか聞いた単語出てきた。ユニバーサルコントロール、スタジオジャパンじゃない方。アクセスを拒否されたから、放送コンテンツの一部から侵入してるの。器用だね。わかんないけど、要するに電波ジャックして俺と会話してる。うん、そうとも言えるかな。なんで俺に。私、君だけを見つけられるの。君の ID の位置情報だけはね。え、それに君が頼れる人なのを知っているから。ああ、時間がかかるって言ったな。それってどういう意味。君が理解すること。おう、何を。現状をよ。いけない。ん、探査されてる。誰に。アクセスを一旦切るわ。あ、おう、 to be continue。 心と体。あ、クラメ16ロック解除可能になった。あー、ここロックされるんだ。意外だったな。もうちょっとありそうな気がしたけどな。で、重郎は再開可能になったと。いや、すげえ情報量だった。アビ口編やべえ。すげえな。もう情報量がほんとすごい。研究所。うん。2100年代の敷島技研地下6階にある第6研究所のサイバネティックオーガニズム開発室。
もう伊田はここで完全なる人造人間ドロイドを開発していた。いやでもこれでさ、ほぼさ他のキャラクターもドロイドがいるはずだよね、絶対ね。だからまあ可能性としてはイオリちゃんとか怪しいよね。あれもドロイドでしょ多分。森村ってそんなにいるはずないから、ちょっとよくわかんない理由だけど。だからもう13騎兵の子たち全員ドロイドなんじゃない、ワンちゃん。その可能性もあるよね。うわーすーげー話だったな。あとはなんか追加された情報、あ特にないか。いやじゃあ今日はちょっと一回崩壊編やろっかな。追走編とうとう 50% 超えました、やっとよやっと折り返しよ。けど見て救命編 23% なのすごくない、意味がわかんないこっち 50% なんだから救命兵もっと増えるだろ、同じ 50% のはずだろ。くっそー崩壊兵行ってきます。もう今日はウェイブ9だね。でちょっとねある程度キャラとかもね強くしたりしたんですよ。で他に強くしたのはなっちゃんとか、あ俺の三浦が出れない、くそ三浦使いたかったのに。じゃあこれでいくか。あでも網、あ攻撃隊、あ遠征隊4期以下、4期以下のミッション、重労以下、そんな強くしてないし。カスタム画面でそうそうこんな感じでマルチロックミサイルをプラス6とかさ、貫通マルチロックミサイルとかさ、ちょっとで解放させたんだよね。超大型5800、めっちゃ強いじゃんこれ、覚えさせよう。そうビートでさらに強化とかもできるんで、まあ、パパって強化も右下にねメタチップが結構あるので、まあ5ぐらいしとくか。うんよし、じゃあどうしようかな。この4機で行ってみる、行ってきます。おっとウェーブ9か、10までだもんねこのエリアは。うん、みんな大集合。私の騎兵とっくみ愛したら押し負けるぞ弱いんじゃねえのか。生身のユキちゃんが強すぎるんだよ。両肩のジャイロで運べるのは600トン。600トン飛べる代わりに重量が第3世代の4分の1しかない。第3世代すげえな。ってことは4分の2400トン。 iPhone もびっくりな進化してるねだけど機動力はすごいぜ。うん、それにユキちゃんのは足も強いだろ。かかとのスパイクは強力なパイルバンカーで高圧電流を放って相手の内部も破壊する。だが出力が高いため連続使用すればすぐに攻撃できなくなる。なるほどね。よしじゃあ戦ってきますね。バトルスタート。やるわよ。当てたわ。よし勝ったかな。オッケー、今回簡単だったな。ちょっとやっぱりキャラを強化したってのも大きいのかな。よしこれで9クリアか。うん、周囲2キロ。あいつらの狙いが変わったようだぞ。うん、こっからだとちょっと遠いターミナルだ。うん、どこ先に行ってくれ。俺は騎兵を修理に出しちまった。いつの間に。その辺でバイクでも見つけてすぐに追いかける。バイクで。バイク盗むのはやんねんじゃなかったっけ。急に尾形。人聞きの悪い、借りるんだよ。非常事態だ、多めに見てくれ。私も乗せていって。お、東雲先輩も降りてるのか。オッケー一緒に行こう。う、後ろに嫉妬してる。そうだけど、あれどうしたの。まさかユキちゃん嫉妬。まだ言ってない。詐欺言ってるぞいいな。まあ、あいつはトミちゃんに浮気してるけどね。いやー、意外と4体でもなんとかなったな。うん、圧倒的。圧倒的 MVP。めっちゃレベル上がるな。別にそういうんじゃないし。ツンデレ。プレイボーイ、あー。今度は守ってみせる。ああいいね、私が守るものだよ。 OK、 まあ文句なしの S でしょこれは。よっしゃー、第三世代騎兵ミステリーファイルをゲットと。よしミッション完了。
あ、網口のバイク。じゃあ最後にミステリーファイルを、あ、ごめんね、ミステリーファイルを見て今日は終わりにしよっかな。同時切り、あ、千尋、あ、てか伊田哲也、うん、伊田哲也ちょっと解放したいな。伊田哲也、そうだからこれがさ、網口なんでしょ。じゃあこの伊田哲也は誰な。忍びのクラスの担任なんか実は非公式の組織員であり、忍びの戦いの場に引き込む。で、防衛作戦の参謀を務める。ああ、もうここ書いたんじゃん。学生時代に、フェイトというハンドルネームで同級生のキサラギの歌の配信を応援していたと。高校に上がると、あ、だから、網口がまたさらにイメチェンしたのがこの伊田哲也なんじゃないの？だって網口ってさっきさ、8年かかったって言ってたじゃん。だから、例えば16歳だったとして、8年後は24歳じゃん。で、そこからさらにここにイメチェンした姿ってこと？あー、それだったら納得できるな。死んでしまった如月を愛しており、彼女を復活させるために敷島重工で2100年にドロイドを開発。過去の如月と過去の、比べ玉尾の AI をドロイドに移植させた。やっぱりね。2064年の怪獣の進行で最後に残った伊田は死亡したものと思われていた。しかし実際には生存しており、1982年には取り調べを受けていた東雲を保護したと。なるほど、そういう時系列だったら納得できるな。あとは陸上便とか絶対いいだろう。玉をドロイドちょっと気になるな。アンプル、タイムトラベル、おお、これはちょっと見よっか。最終戦では16番機に如月、17番機に南。なるほど。じゃあ BJ が探してる17番機は南が乗るものを探してくれてるのか。あ、それだったらすごいなんか素直に納得できるね。しっくりくるわ。で、19番が三浦ね。あとはとか、あ、網口のバイク。本当にバイクの説明。1985年2月、敷島製か。ボートの手帳、はい、アラビ話さず持ち歩いてる手帳、スケジュールや日記、知り得た知識、問題点、考察理論整然、理論整然と綴られている。ボートの父から毎年贈られる誕生日プレゼント一つであったが、あと数日で全ページが埋まろうとしている。何それ、埋まった時何か起こるの。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあ次回は追走編の高宮だね。やって、で高宮終わったらちょっとごめん、肘山やろっかな。なんかね、肘山だけプロローグのプロローグで終わってるんだよ。なんか肘山やってから、救命編でね、ちょっとまとめ動画というか一緒に考察する動画をやりたいなと思ってますので、皆様チャンネル登録と高評価押していただいて、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。